でね、ロックミシンで角を縫うやり方っていうのを見たいっていうリクエストもいただいてたんで、そのあたりもね、ちょっとゆっくり説明しながらかがり縫いをしてかがっていきたいと思います。今回かがり縫いなので一本芯で縫っていきます。で、今回私が設定したのが振り幅、縫い幅ですね。幅の方が 5.5、 一番狭い、このね、ここは動きますよね、これ回すとダイヤル、一番狭くしてます。はい。で、送り目は3と4の間ぐらい、これもお好みでいいと思います。で、作動は N のままで、はい、縫います。右芯を使って右の針だけで1本にしています。では縫っていきますね。まずは表側が上になるようにして、布をセットしました。はい、では縫っていきます。不白の場合は生地をカットしてメスを使ってかがっていく方法の方が綺麗に仕上がる場合もありますので、それはね、お好みでどちらでも大丈夫ですけれども、試し縫いして、これは裁断したしながらメスロックをね使いながら縫う方が綺麗に仕上がるなっていう時は、メスを使って縫っていくのがいいかなと思います。はい。で、最後の方に来ましたね。で、あとね、何目かな、 2,3 目で角に行くんですけど、ギリギリまで私は縫っています。ちょっとね、この辺慎重になるんですが、気をゆっくり縫うことに意識しながら、もしね、ここで踏んでしまうと足の力でギュッて通り過ぎてしまうこともありますけれども、もし心配の場合は手回しでもいいと思います。最後こんな感じでね、はい。で、最後まで縫えました。ここが生地端ですね。ここ生地端、最後まで来ました。そしたら一回押さえを上げます。上げてギュッと引き出すのではなくて、そーっとこの、この下の、分かりますかね、金具のところに、爪みたいなところに糸がね入ってるんですよ。それをちょっと上に、分かります、引っ張るとこういう自由に動くようになるんですよ。で、思いっきり引っ張らずに、これぐらい自由に動いたなと思ったら、これを私は90度ここで、はい、回転させて、今縫った、縫い目、はい、縫い目の一針目が、わかりますかね、ここは縫ったところ、この縫っていったところに針が刺さるようなところに、この布を固定します。ちょっと説明下手ですいません。はい。で、ここからスタート、もう一度踏みます。で、あんまり引っ張ってしまうとここに余分な糸が残ってしまうんですが、これぐらいの移動だったら綺麗にすっきり収まることができると思うので、あんまり引っ張りすぎないっていうところを注意してください。進めますね、縫い進めます。最後のあと1目盛り2目盛りの時にはもう出回しでもいいかなと思います。はい。ここでもう針がね、布を通り過ぎるところに来ちゃったので、そーっと押さえを上げて、また同じことですけども、後ろにちょっと 2,3 ミリずらすと外れます。このように外れましたよね。そしたらここ引っ張らずに、このまま45度、あ、90度ね、回転をさせて、今縫ってきたところにちょうど針が落ちるような位置で押さえを下げます。はい。で、さっきのところちょっと見てみましょうか、戻って。はい、こちらがさっき縫ったところです。はい。ここがね、最初に縫ってきました。で、ここで外しました。で、ここに針が、はい、落ちるように、この縫い目の中に一針目が落ちるようにしました。そうすると裏見てみますね。若干まあ糸がね、遊びがあるんですけども、そんなに目立たないと思います。で、このやり方もいろいろあると思うので、私はこのやり方をしているっていうだけなので、本当にね、洋裁の先生からしたらもうこんなやり方よりももっとこっちの方が上手に綺麗にできるよっていうやり方あるかもしれないので、はい、一応ね、私がやってるやり方っていうことでご了承ください。はい。こんな感じでね、あまり引っ張りすぎなければ、ここに遊びの糸が、まあちょっとはちょっとあるといえばありますけども、これかなり拡大しているので、
はい、実際はもっと全然そんなに気にならない程度の糸が出てる程度なので、これ結構ねすっきりと収まってるんじゃないかなと思います。こんな感じです。はい、ではあと3コーナーありますので続けて縫っていきたいと思います。はい、ではここで、やっぱり縫い目の上に一針落ちるような感じですね。はい、これでスタートしていきます。で今ねちょうど最後の一針が通り過ぎてますが、通り過ぎちゃってもそれほど失敗ではありませんので、一針二針通り過ぎちゃっても大丈夫です。でこういうふうに針を上げた状態で押さえを上げたら、まず引っ張りすぎない、ただ外れれば OK、 ここがね自由に動くように外れれば OK ぐらいの感じです。ほら自由にこうやって動きますよね。この状態でなるべくここのね角はあまり動かないように、90度回転させます。そしてゆっくり押さえを下げて、この縫い目の上にまずね心配だったらゆっくり一針こういう風に入れてもいいと思います。はい、でスタートしますね。あ、でちなみにさっきの角ですね、やっぱりねこれこんな感じで、わかりますかね、2回目のコーナーですね、こんな感じになってます。はい、じゃあ次のここのね3個目の角進めたいと思います。よいしょ、いきますね。3個目の角最後なのでね、こういう風にスタートの、はい、カラカンが出てます。でこれのやり方もいろいろだと思うんですけども、やっぱりねここは内側に入るので見えないのでそんなに気にせず、このまま私縫っちゃうことあるんですよ、全部ビーって。ただちょっとこの厚みが気になる場合にはここをねほどいてバラバラにしてあげておくといいと思います。簡単に針糸のところをほどくと簡単に取れるんですけど、こんな感じで針の糸を取りました。そうするとこのように ほぐれます。3本にね綺麗にほぐれます。はい、こんな感じ、こういう感じにしとくと細くなるじゃないですか。なので割と最後は細い糸になるので、スタート地点をまずほぐしておく。で、このままこの糸を絡ませるように通り過ぎます。結構縫い進めてこんな感じです。はい、こんな感じですね。でここをこういう感じ、ちょっと紐、私はねなるべくここを一本の紐になるような感じで伸ばして、カットしていきます。でこれも本当最後はねどういう風に処理するかっていうのは人それぞれだと思うんですけど、私はちょっと面倒くさがりなのでここでもう結んじゃいます。はい、最後両方を合わせた状態、ここでね、これで、ギリギリのところを玉結び、見えますかね、こんな感じで最後、はい、一箇所玉結びで終わりにしてます。はい、今一周かがり縫いができました。どんな風にかがりができたか、こういう感じで、私カットしてないので結構ねこういう風にねボソボソ出てきてるのが一緒に縫われてるんですけど、あまりボサボサしている生地の場合にはメスを使ってカットしながらの方が不白の場合綺麗に収まると思います。角こんな感じで、はい、縫えていると思います。やってみてください。後ろ側のね糸がねちょっとポヨンって出てたりするんですけど、これぐらいはね1本ぐらいいいかなっていう程度ですね。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。